はい、おはようございます。とりあえず昨日、ちょっと途中でカメラ電源切れちゃったんですけど、とりあえずこんな感じで屋根掛けやってますね。でちょっとまだ奥の2枚、ちょっと出っ張ってるところの2枚だけやって、こっちの手前の2枚はまだ釘打ちつけてないんですけど、ビズか。でとりあえずあんま風もなかったんで、とりあえず屋根だけかけてる形で、ちょっとブロックで重ししてる形ですね。なんで今日はその続きですね。でビズ止め自体はそんな難しくなかったんで、下からやるよりなんか上から押し付ける感じで、電動ドライバーだと結構やりやすかったっていう形ですね。はい、とりあえずちょっとじゃあ今日は続きやっていきたいと思います。一応こちらが完成になりますね。でこんな感じの感覚でビズ止めてありますね。でちょっとここずれちゃってんですけど、しょうがないですね。ちょっとだいぶこの映像後に撮ってんですけど、ちょっと完成の映像なかったんで今撮ってますね。はい、つなぎ目の部分を二山間隔で取って、であと名もないところは 1,2,3,4,5,6 中6で止めてますね。はい、そんな感じですね。こんな感じで、で下はただ置いてあるだけですね。こっちはちょっと高くするために、こっち見るか、こういうふうにレンガ置いて段差つけてますね。でちょっとまあこっちでこの横を固定して、で上の単管パイプで縦を固定するみたいな感じでやってますね。でちょうど真上は屋根にかぶさるようにやってますね。はい、以上です。